さあ、それじゃあね、最後の島、ウラノス島。まあ、クリア目指して頑張りますか。トロフィーをね、まあいろいろチェックしてみたところ、微妙にネタバレチックだったんだけど、ラスボスの名前は出てなかったんで、とりあえず攻撃と防御99、素早さとリング99があるんで、しんどいね。で、釣りメダルが349ありますんで、まずは、紫のポータルを見つけて釣りしたい、ね、やっぱなんだかんだでファストトラベルはめちゃくちゃ便利なんで、ファストトラベルを取りたい。お、開いてんじゃん。こいつらは出した後回収しなくてもいいんだね。ただね、問題はね、ファストトラベルで仙人たちに飛べるようにしてもマップが開放されてないと飛べないっていうね。なんで結局は一番優先すべきは、謎解きをしてマップの開放をすること。無理して登ったけど特に何にもねえや。さあ、それじゃあいくぞ。おっと、優しい開始と同時に謎解きが。なんだろうね、行ってみよう。ふんふん、落ちないように全部踏めかな。そんな気しない。大丈夫、二段ジャンプあるから。もう一個残ってた。なんで終わらねえんだろう。いいね。よし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 。よし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 。ちゃんとね、次の解放地点が分かるのはいい。ここポータルだね。ないね。行っても始まんない。あとね、全種類の雑魚を倒す、全種類の中ボスを倒すってのも、おい！あぶね。あったので、セージのメモリー、あの子セージって言うんだ。まだね、解放できません。ゼロ。中ボス倒すと大体落とすよね。気持ちいい。ん？敵だ。ちょっと待って、カゴメが始まった。パリ。今俺ノーマルでやってるけどさ、もしかするとハードになるとこのパリが確定じゃなくなるのかもね。タイミング合わせなきゃいけなくなるかも。今押しっぱでいいからさ。いけ！はっ！パリ！いけ！連続パリか。やばいやばい、死ぬ死ぬ。パリ！パリ！パリ！押しっぱでよさそう。パリ！やばいやばい、死ぬ。あ、出た。一匹しか残ってへんやろお前。やっぱり。あ、いきなり2個ゲット。今のって中ボスなの。せっかくだから俺はこのポータルを
解放するぜ。130個えらい多いな。いくぞー 3D、 今回は 3D レッドリングくん。どこ、微妙にデスルートがあるんだよな。こっちと見た。これも別ルートあるね。いた。ライトダッシュ失敗した。見えへんな。未だに0個は不安だよ。いやーまあそうだわな。まあタイムチェックプラス一回クリアをしてしまおう。130枚って結構多いんでね。これも完了しとけるとちょっとは気が楽か。はっひ今乗るのミスったのか。ちゃうねーん。ダッシュ状態で上を失敗にしたいんやけど、なんかずれてたみたい。降りてから L2 を押したつもりだったんだけど、空中で押してたみたい。あ、なんかスケートボード乗ってる。今のポルノミストもちょっといら。終わった。全然見つからんかった。まあ130枚はノーダメだったら余裕だね。で1分45秒、タイムはそこまででもないかな。さあ1個目、ここ連じゃねえのか。今のところの上ちょっと怪しかったな。ライトダッシュ、ここの左側の上が、こっちが怪しい。ないか。ないな。さすがに今回は全部見つけないと。ここの上、タイムは諦めよう。上行ってみる。さあどうだ。植える。お、あったあったあった。ほら今のどうやったら左ルートからいけるんだよ。上行ってみる。なんかある。いけねえ。特になんもねえ。まだ3個も残ってんだよ。これが2個目ね。
もう一個だけしか場所分かってないんだよな。あ、これここにあった。これでまあまああと1個やな。見つけた130枚もね、こう期待して。こう下があるんだけど、あれは一周前。今左側のルートがあったね。あれかな。ゆっくりすれば。あれっぽいな。まあ、とりあえず130枚クリア。意外にタイムも余裕ありそうやな、ね。さあ、ということで。リング多分あそこだと思うんで。とりあえず序盤は全力ダッシュ。どうやってあっち見てんだろうね。視点固定されてるからね。あの強制ジャンプ台に行くところがね、別ルートがあるんだ。これは許されないと思う。ここを1、2、3といって。ほら、あそこ左ルート。やり直しやな。あー、乗っちゃった。多分同時に行けると思うんだよ。この左の嘘だ、どんなことーん。明らかにこっちの方が早いね。ウェル、なんかね、時々あるんだけどね、落ち出してからジャンプしたことになって2段ジャンプ目使っちゃってたっていうのがよくある。これ、ここ怖いよ。正解だったけど、取るのはミスってる。
50秒だっけ。あと45秒か。まあ余計なことしなければいけそう。合ってたけど取れてないのがね。上の方が早い。これね、これ。今のあれよ。やるとソニックはね、喋ってると見つかる。今ね、タイム優先しようと思った。45秒ですね。これいったろ。いってもいけそうだったけどね、ちょっと怖かったんで、タイム優先しちゃった。まあもうリングの場所も分かってるんでね、ミスったら自殺して、中間からやり直せば。わりかし時間余ってたんでね、45秒だったから。いっても大丈夫そうだったんだけどね、大丈夫とは言ってないから。せっかくなんだよ、行ってみる。ちょうどいけねえんだよ。なんかありそうではある。ここは中間なんで、ここからやり直せる。ここね、乗らないように。ここのクソさどうにかならんかな。びっくりするわ、なんだあれ。視点だよ、結局は視点なんだよ。3D ゲームは視点が一番きついんだよ、ね、あれ乗ったらちょっと行っちゃうから、こうやってかわしていった瞬間にここで視点がほら
で、ここね、右に行こうとするから、右押してたらこの状態から右に行って即落ちるっていう。いい加減にしろ。よし、まあ、OK。前で乗らずに、単純にこれタイムが無駄になってるだけなんでね、やっぱこれやると10秒ぐらい遅くなっちゃうね。まあまあ OK。 まあパイフトに行ったら一度に全部はいけそうだけどね。よし、まあまあまあ同時じゃないけど、コンプリート。ただまあ、ね、いきなり7個はでかいんじゃないかな。